西鉄は今月16日に路線バスのダイヤを改正し、福岡地区を中心に減便や最終バスを繰り上げます。背景にあるのは運転手不足と2024年問題。地域の足をどう守っていくのか対応を迫られています。大変ご不便をおかけすることになるという点ではもう苦渋の決断だと思っております。先週金曜日、西鉄が発表した苦渋の決断、それは西鉄は今月16日にダイヤを改正し、福岡地区の平日では全体の 4.1% にあたる469便を減便します。また北九州地区と久留米地区でも合わせて100便以上を減らします。さらに合わせて発表されたのが、午前8時前です。今バスの扉が開きました。今日も大勢の人が通勤通学のためバスに乗車しています。福岡市南区の西鉄桧原営業所です。都心部から住宅地を経由した終点に位置します。 JR 博多駅から住宅地のある福岡市南区長住を経由する65番系統のバスは、博多駅の最終便の発車時刻がこれまでの午後10時50分から33分繰り上がって午後10時17分発に。このほか都心部から郊外に向かう最終バスの時刻は最大で61分早まります。それやばいですね。やばい。あんまり遊べなくなる。ちょっと飲みだったりとか。そう、もうカラオケまで行ってっていう。一方でこんな声も。飲み会減りました。減りましたね。もう断るごとにあったのが、まあ年に1回とか、その本当に少なくなる。その分ちょっと夜のバスに乗る機会は昔に比べたら。まあそうです。西鉄は今回のダイヤ改正について、特に午後8時以降の利用客がコロナ前の3分の2ほどに落ち込んだまま回復していないことを主な理由に挙げています。さらにもう一つの理由が、今全国では私どもに限らずバス事業者運転手不足だということで、慢性的な運転手不足に加え、今年4月から運転手の残業時間の規制が強化される2024年問題が追い打ちをかけるバス業界。すでに深刻な影響が出ている長野市の長電バスでは、通勤通学や通院に比較的影響が少ないとして、今年1月21日から路線バスの日曜日全便運休に踏み切りました。これ以上の運転手不足が生じた場合には、さらなる対応も必要としていて、地域の足の維持はギリギリの状況です。福岡でも貴重な運転手を何とか確保しようと、採用に工夫を凝らしています。大きく回りましょうね。バスは大きく回ります。はい、じゃあアクセルゆっくり緩めて。おととい、西鉄が開いた運転手の体験会です。大学生や社会人など20代から50代までの男女16人が参加し、現役の運転手を囲んで座談会も開かれました。初めてこう行動でお客さんを乗せた時って緊張します。明日から一人ですよっていう時のスタートが一番きつい、ね、もう運転はね、とにかくもう最初は慣れるまで遅れていきます。15分20分必ず遅れますから、ね、僕は何も心配しなくていいです。いろいろ体験をしてですね、自分の次の就職先につなげればなと思ってます。もともとバスの運転手は目指してはいたので、はい、このきっかけにちょっとよりなりたいなという気持ちが増したなって。苦境にあえぐ路線バス。
生活に欠かせない地域の足をどう守るのか、あの手この手の取り組みが続いています。